はい、どうもペロンとハゲてます、ペロンです。どうもです。ですね、今日は成田空港に来ております。でこれからちょっとバンコクの方に向かうんですけれども、ちょっとその今の現状、バンコクに行くにあたってのどういう手続きが必要かっていうのをちょっとさらっと言ってみた方がいいかなと思って動画撮ってます。まず皆さん知っての通り、タイランドパスの申請、これはまあもちろん必要です。でその後にもう一個必要なものっていうのが、まず帰りの飛行機なんですよね。で僕もすごくこれに関してはすごく疑問があって、僕なんかもタイに住んでる人間で、配偶者もタイ人っていうことのカテゴリーでありながらも、やっぱりその国籍で分けるっていうことを言われました。ちょっと質問したんですけども、例えばそういうケース、例えば子供が二重国籍でタイのパスポートで日本のパスポート両方持ってる、それで同行して一緒に行く場合も、あなた自身は日本人、僕自身がだから日本のパスポートなので、帰りの飛行機っていうのチケットっていうのは確実にいると。ねちょっと矛盾してるというか、まあ、僕自身その住民票だとかそういうものを全部持ってる状況なんですけども、それでもやっぱりそのパスポートで判断するらしくて、まあタイのパスポートを持ってればもちろん片道で行けるんですけども、まあ向こうに住んでようが、向こうに子供がいようが、配偶者がいようが、まず片道チケットでは現状では行けないということです。なので別に日本に帰ってくるチケットがあるなくてもいいんですっていうのは、例えばタイから出国するチケットですよね。そのマレーシアに行くとか、ベトナムに行くとか、まあ、近隣諸国に飛ぶ飛行機のチケットさえあればおそらく行けるんですけれども、まあ、パスポート自体がその日本のパスポートっていうことであれば、確実にそのタイから出国するチケットを取らないといけないです。で一応タイの、ね、ビザなしで入国する場合、例えばビザなしで入国する場合って30日じゃないですか。でその30日で航空券を取らないといけないかというと、意外とそこはそうでもなくて、じゃあ例えば30日で1回延長をかけてまた30日、60日後にチケットを取りますと、そのチケットを持ってます、そういう状況でも全然フライトはできます。まあちょっと今ややこしいんですけども、一応チェックインカウンターで必要なのはまずパスポートですよね。でタイランドパスの確認と、あとはそうですね、航空券ですね、その帰りの航空券をちゃんと持ってるか、まあ、その辺ですね、タイランドパス、パスポートで帰りの航空券、まあ、まずその3つがあれば出国はとりあえずできます。でまあタイ入国してからの話なんですけども、入国してからはおそらくその、まあ、ワクチン証明書だったりだとか、まあ、ワクチン証明書がない方だったら PCR 検査の陰性証明で1万ドル以上のインシュランス、保険、その辺のチェックがおそらくスワンナプーム空港で求められると思います。パスポートでタイランドパスの申請、まあ、QR コードですね、タイランドパスの申請と帰りのチケット、帰りっていうか、まあ、出国するチケットですね、タイから出国するチケットで、まあ、ワクチン証明書で、もしない人、ワクチンをまだ打ってない人はPCR での陰性証明書で、隔離はどうなのかな、ちょっと今僕もその辺曖昧で、例えばワクチン打ってない状態だと隔離が、陰性証明書を持ってても1日は隔離があるのかどうか、ちょっとその辺がちょっとふわっとしてて分かんないですけど、まあ、僕はちょっとホテル取ってないです。まあまあ家があるんでホテルは取ってないんですけれども、まあそういうのが必要なのかどうかっていうのはちょっと事前に調べた方がいいかもしれません。そして、まあ、1万ドルの保険ですね、もし疾病保険ですね、コロナにかかったりだとかで、僕ちょっとその保険に関してすごくおすすめなのがエポスカードっていうカードがあるんです。クレジットカードなんですけども、エポスカードは別にそのカードで航空券を買わなくても自動付帯なので、持ってるだけで疾病の保険が確か300万円ついたのかな。なのでそれがあればエポスカードをその事前に作っといて、でそれの自動付帯の
疾病保険のその英文証明書さえ出してもらえればそれで問題ないんで、わざわざその保険会社に入ってっていうことをしなくてもその証明書でおそらく行けます。はい、で行けてる事例もちゃんと知ってます。なのでエボスカード超おすすめです。まあそんなとこですね。はい、まあもちろんそのワクチン打った時の証明書、日本語じゃなくて英文の証明書っていうのが多分必要なので保健所に行って、それはもう保健所行って5分10分ぐらいでもすぐ英文証明書出してくれるんで、もうサクッと行って英文証明書を出してもらうとか、なんかその辺の事前の手続きはまあ必要なんですけども、まあその辺さえまあ抜かりなくやってればもう全然サクッとチェックインしていけます。まあとりあえずこれから出国手続きをしてバンコクの方に向かいたいと思います。あとちょっと付け加えて言っといた方がいいかなと思うのが、東京駅から今まで空港バスなり京成高速バスっていうのがあったんですけど、まあもちろん今もあるんですよ。ただ予約ができない状態になってます。なので東京の八重洲南口に行って直接そこで券を買って乗るっていうスタイルになってます。で今まではその事前予約すれば1000円で行けたんですけども、もうその直接行って直接買って乗るっていう感じなんで1300円になってます。まあ、ちょっと値上がりしますね。まあ、今ガソリンも高騰してるんでまあしゃあないかなと思います。まあ、1000円が1300円になったっていう話と予約ができないっていう。でまあもちろんどこの、ね、第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル全部この荷物を測る体重計っていうのは全部置いてるんで、まあチェックインする前にある程度マックスまで、まあ、カバンを調節してでまあチェックインするっていう形ですね。はい、まあ、なんか空港内もちょこちょこ人戻ってますね。まあまあにぎわってるまではいかないけど、バラバラやっぱ人いっぱいいるんで、まあだいぶ緩和されてきたかなと思います。はい、あね、もう一個ちょっと付け加えて言うとかなあかんのが、手荷物って7キロじゃないですか。手荷物7キロなんですけども、じゃあ空港国内、あ、空港出国してから買ったお土産ってそれ7キロの中に入るのかっていうすごく疑問があったんです。まあカバン一応7キロで入ってで空港の中で買うお土産ですよね。お土産はまあいいんじゃないのかなと思ってたら、実はそれも全部含めて7キロっていう形になってるんで、これ結構いやもう7キロ荷物かかったから、出国してからね、出国してからのお土産の部分はまあまあカウントされないかって思ってたら、実はそれも含めて7キロっていうことが発覚しました。これは結構俺知らんかったなと思って、でまあまあこれから乗る人もそこちょっと注意してください。結構みんな案外いけると思ってるんちゃうかなと思って、いやダメみたいです。はい、チェックインが思ったよりまあスムーズにいったんで、ちょっと北ウイングの5階にあるうどん屋でちょっとうどんでも食ってから行こうかなと思います。一応そのもう出国手続きも終わって、中に入ってきたんですけども、もうなんかお店ですね、なんだ、お土産物とかブランド物のショップとかもう全部そんなのは閉まってますね。だから意外ともう開いてるかなと思ってたんですけど、もう全然閉まってます。ほぼローソン、ローソンじゃない、セブンイレブンとか松木屋とか、なんかそういうのはちょっと開いたりはするんですけど、まあ、基本的にほぼほぼ全部ではない、まあまあ9割閉まってるって感じですね。はい、はい、とりあえずボーディングに関しては全然問題なく行けたんで、そのまま機内の方に入っていこうと思います。はい、やっぱり思った通りいっぱい
免税店で買った人が引っかかってましたね。やっぱ1人荷物2つまでの7キロ。これは多分変わらないと思います。危なかったっす。俺も行けるかなと思ってちょっとやったろう思うんだけど、まあちょうど店も閉まってたし、まあ無理だったっていうことですね。はい。ついにバンコク着きました。20年住んだタイ、そして2年2ヶ月ぶりに帰ってきました。いやもう複雑な気持ちですね。コロナでやっぱ2年2ヶ月帰れなかったっていうのがすごく大きくて、でまあまあ帰って着いた瞬間に帰ってきたっていう感覚なのかなと。まあでもそんな感じではあるかな。まあ帰ってきたんやけどなんかすごく複雑な気持ち。結局この2年2ヶ月の間全てのビザも切れて、家も洪水になって、まあいろんなものがぐちゃぐちゃになってしまった中、まあ今こうやって戻ってきたんですけども、まあまだちょっと頭がコンフューズしてる状態です。まずはパスポートとトーモシックスとあとタイランドパスですね。それをまず見せて一つ目のものを通過します。はい、入国しました。実は僕はそもそもノンイミグラントのビザを持っていまして、でまあこのコロナで渡れなくなってしまって、でまあビザが切れる時にどうもですね、イミグレのサラブリー系のイミグレに電話すると、もし切れてもこのコロナの状況なので、スワナプーム空港に着いたらそのことを申し出れば3ヶ月もらえるっていうふうに、サラブリー系のイミグレから聞きました。で今度まあ一応確認するためにタイ大使館の方に連絡すると、とりあえずビザなしで入って、それをまたサラブリーに行けばもらえるかもしれないですけれども、空港では絶対もらえないですみたいなことを言われたんです。で結局一体どっちなのかと。で僕自身もやっぱり帰りたいのに帰れないっていう状況の中、まあビザが切れてしまってどうすることもなくなって、で今入国したところ、やっぱりここでは1ヶ月しか絶対出せないと。もうビザが切れてしまった以上、そのコロナであろうが何であろうが、そういう特別的な事例はないから、とりあえず1ヶ月だけです。でもしそれ以上痛かったら1ヶ月延長する、もしくは自分の家の近くのイミグレに行ってビザの更新をするしかほかないというふうに言われました。結局電話して確認して着いたら3ヶ月もらえるって言ったのは一体何だったのかなみたいな、まあまあそんなちょっとおかしな感じなんですけれども、まあまあもうここではどうしようもないんで、とりあえず一旦ビザなしで入国して、まあこの後ちょっとどうするかまた考えていかないといけないなと思います。